シャア即立で、はい、どうもこんにちは、高橋です。本日はですね、究極の押し手の作り方というテーマでお話をしたいと思います。今回はですね、セミナーの一部をご紹介したいと思うんですけども、まあ立前の社、理論弓道実前の社、立前の社、最初の構えで全てが決まると、足の使い方から胸の使い方まで、このようにまあ、どういうふうに使っていけばいいのかっていうのをですね、具体的にここの筋肉を伸ばしたらこういう感じになり、間違ったやり方はこういうやり方が間違ってるとかっていう内容ですね、全部ご紹介して、これを体感してもらいます。ただね、頭の中で理解したり口で説明しただけでは全然ダメで、体現できないとダメです。体現ができない弓道はそれは嘘の弓道になってしまうので、それは頭で作られた、全然実態の伴わない弓道なので、そういう弓道はしたくないと。で、今回はですね、まあこういうね、難しい文章があるわけですよ、世の中には。こういうふうにね、例えば求心一如とかってこういう言葉があるわけですよ。求心一如とかって言ってるわけですよ。これ仏教の用語なんで、今の弓道の世界でこれ説明できる人っていうのは誰もいません。まあいるかもしれないですけども、非常に難しいと思います。私は説明できます。説明っていうか、別に難しい理論とか何も使わないんですね。これを難しい理論でこねくり出して、解説するとなると、それは間違っているっていう風にですね、この梅地健蘭っていう先生がいらっしゃるんですけども、梅地健蘭先生っていう弓と禅を初めてつないだ人がですね、何千人とこう弟子を育てたんですけど、その中の門下生の一人の、方がですね、虚しさっていうテーマでですね、昭和11年4月号5月号の部前で言ってですね、言葉で説明されたあの真実では本当の真実ではないと。真実は言葉がないことによる理屈であったり理事であったりっていうものを持たなければいけないと。つまり不法の方であると。ブッダは何の法も説かれなかったじゃないんです。法を用いず法を理解する、法を体験する、法を自分のものにするというのが大事なんですね。まあ、これは私のオンラインのセミナー、先月のオンラインのセミナー受けられた方はよくわかると思うんですけども、難しい説明なんか弓道に必要なんかないんです。まあね、無双の離れであったりとか、気を熟した感覚とかって、皆さんあんなの難しい理屈使わなくたって僕の言った内容で全部理解できたでしょ。っていうか、あの方が楽に射形も整うし、強い弓も引けるし、的中も容易にできるし、何の知識もいらないでしょ。だって自分たちの体の中のものを使うだけなんですから。そういう弓道をやらないと、頭でいくら構築したって、そもそも体の構成、体の状態を理解しなかったら説明なんかできないんですよね。で、今回は例えばなんですけど、この武前っていう雑誌から実際ちょっとね、取り上げたいと思います。はい、これ梅地健蘭っていう斜道百質っていうね、文章の中で棒押してっていう内容がございます。これ弓に引いてる方がいらっしゃって、この腕が棒のような感じになると、弓を引いていて腕が棒のような感じになってしまうのは何でかっていうのをですね、解説した動画でありますと。で、梅地健蘭先生はですね、これを何て言っているかっていうと、伸びすぎるパターンでダメな場合と、腕の不根をひねったことで、腕が棒のようになってしまうパターンがある、2通りあるっていうふうに言われるんです。で、これなんですけど、ひねってしまうことによって腕が棒みたいな感じになるっていうのは、まあ、これは多分ね、すごい想像ができると思うんですけど、問題はですね、伸びすぎる方だと思うんですよ。こうやって腕を伸ばしすぎる方、なんで腕の筋肉を伸ばしちゃダメなのと。腕の筋肉って伸びすぎてダメってどういうことみたいな。腕ってその伸びすぎず縮みすぎずの頃合いを見た方がいい。だから現代の弓道ではですね、現代の弓道では強すぎず弱すぎずの弓を使ってですね、変に押し込まず、押し込まれすぎず、なんか微妙に力を感じるぐらいの弓の弓の引き方、感度でやるのが大切ですよっていう風に、まあ弓道ではね、言われてるんですよ。だけどそれも梅地健蘭先生の弟子の後藤先生っていう人がいらっしゃって、その混沌っていう文献があるんですけど、混沌という文献の中には、科学というのは感覚というものを一回取り除いて、数字という絶対的な指標を作って、その結論であったり答えを出すと。
まあ、まさに弓道の今の現代の弓道のその強すぎず弱すぎずの弓のキロ数はあなたは15キロ、あなたは14キロ、これって科学的に決めてるじゃないですか。だけど人間っていうのは感覚を持ってるので、例えば今日15キロが適したとしても明日になったら14キロが適してるかもしれないっていう風に微妙に錯覚であったり感覚のズレって起こるんですよ。だから感覚ずれるから科学意味ないよねっていうのがこの混沌という文献に書いてある通り、棒してっていう内容でひねり込んでもダメだし伸びすぎてもダメだから、弱すぎず強すぎずの弓を使ってひねり込まないようにかつ伸びすぎないような弓の引き方をやりましょうと言っているように思うんですけど、それ全然違います。はい、梅地健太先生はそんななんていうの、感覚使わないとよくわからない話になるようなことを言ってません。これ正解を言います。正解は脇と腕のスペースを作ってくださいってことです。いいですか。最初立った時にこうやって立つじゃないですか。脇の筋肉って上にこう引っ張られるのが自然ですか、下に引っ張られるのが自然ですか、どっちですか。多分100人いたら100人ともですね、脇の筋肉って下に降りると思うんですよ、ちゃんと。だけどこれが普段の立ってる姿とか立ってる構えっていうのが、例えば姿勢が悪かったりとか気持ちが商談審査とかであったりとか的中とかっていうのに意識にいって、腕と手先ばっかり動かすような引き方をしてると、ここが自然に降りてる姿勢って作れないんですよ、使えないんですよ。だからここの筋肉を伸ばしてあげる、で腕の筋肉を上に上げてあげるとですね、ちょうどここにスペースが生まれるんです。大体の人はここの筋肉とここの筋肉は一緒に引っ張られて、この辺りが引っ張られる感じになってるんですけど、重心上がってるんですよ。それが俗に言う、さっき言った腕が伸びすぎになってしまうんですよ。こういう風に胸の筋肉の位置を上げれば腕伸びますよ。でもそれ伸びすぎてるから、腕が何が伸びすぎてるかっていうと、腕が伸びすぎてんですよ。僕ら体伸ばさなきゃいけないのに腕伸ばしすぎたらダメなんですよ。だって体ってこうあるじゃないですか。体全体って頭があって、右手があって右足があって左足があるじゃないですか。ここを伸ばして、ここを伸ばしきった状態で左の腕を伸ばしたら体全体が伸びるんですよ。だけどここが伸びてなくて左の腕だけ伸びすぎ、だから棒してなるんですよ。だからあなたが棒みたいに感じてるのは左の腕を伸ばしすぎて棒のように突っ込んで体のバランスが崩れてるからなんですよ。理屈はそういうことです。言ってること簡単なんですよ。じゃあ解決策は何って言ったら、ここに書いてある通り、この筋肉伸ばすんですけど、この脇の筋肉を下に下ろすということと足の付け根を下に下ろすということをやれば、この肩甲骨周りがですねリラックスしてですね弓が動かしやすくなるわけです。でここでここでよくで弓道の世界でよくやりがちな話をするとですね、肩甲骨を下ろすじゃないですか、こうやって。それで、ね、肩が下りてるって勘違いしてる人いるんですよ。これ間違いないです。足の筋肉が伸びてないのに肩の筋肉が下りるってことはないんです。ないっていうか、下ろした気持ちにはなるでしょう。だって肩の位置が下がるからね。頭の中で肩の位置がここに下りたら肩の位置下がってんじゃんと思うんですが、体全体見てください。この部分だけひょって不自然に下がってて、この辺りが全然下に落ちなかったら位置が変わってるだけでまた上がってくるから、だからね全体を変えなきゃいけないんですよ。こういう風に姿勢と前立前立ってる時の自然な状態から弓道を考えると、一個の部分だけこういう風にやったってあんまりうまくいかないよねっていうことが分かるんですよ、見方が違うから。だけどこういう理論をすっぽ抜けてる人たちって、ここの位置が下がったら自分は肩の位置が下がってると思い込むんですよ。だって頭の位置がここ硬くなってて、ここの脇の筋肉も上がってる状態で肩の位置だけ下がったって元に戻るに決まってるじゃないですか。それが見抜けないっていうか、こういう文献を読んで深く物事を考えられなくなってしまった状態を作ってしまったら、もう弓引けないんですよ。これは今の現代の弓道の教育のせいでもあると思います。だから私が、来週のですねオンラインのセミナーでは、こういった日本の文化、日本の伝統文化ではですね、今の AI とかですね、効率重視ではなくて、もっと本質をついて、AI のね効率のいいやり方なんていうのは頭で作られてるものであって、実は非効率なんですよ。本当の効率のいい方法は体から通してやることってことなんです。 AI よりね効率的な弓の引き方、頭で考えたもので出した答えよりももっと効率的な弓の開き方を知りたい場合は、私のって言っちゃダメですね、普通に自然に弓を引く方法をオンラインのセミナーで来週教えますので、どうぞ皆さんお越しください。ありがとうございました。弓道の価値観を変えるチャンスはあなたにあります。次はあなたの番です。
人は何歳でも強い夢を開くことができます。